異常な術式の予兆、消え去ったはずのワルキアの気配、もう一度たたりが起動しているのは確かなようですね。シキや神祖たちは気づいていない。いや、異常を察して解決に乗り出していますが、一体何が異常なのか、そこを間違えてしまっている。皆、ワラキアの夜というたたりを解決するために動いている。そんなもの、とうに滅び去ったことを、この夜だけ忘れている。これでは、再来ではなく、再演だ。二度目の上映であることに気づけるのは、私だけ。式に助力を求めては、それこそ何者かの思惑通りだ。私は、一年前とは違う方法で、このたたりを解決しなくては。見逃して戦闘くれないよね。開始します。ラウンド1ファイト。動くな。安全は保証する。ユーウィン。ラウンド2ファイト。分かりきった結末でした。ユーウィン。サツキまで襲ってくるとは。今回のたたりは以前よりタチが悪い。ここに隠しておけば安全だ。それでは行ってきますね、サツキ。しばらく眠っていてください。さてさて、あなたに勝ち目があるとでも。ラウンド1ファイト。ゼロ。嫌な性格です。やってくれ。そこです。ゼロ。なんだ、踊りなさい。セット、正解で抜きまくるからね。戦闘再開します。嫌な性格です。逃がしません。まだまだ手加減できませんからね。よかった、踊りなさい。なんて、ちょっと脅かしただけですよ。ラウンド2ファイト。そこだった。安全は保証する。ユーウィン。
ラウンド3ファイト。優しい問題でした。You win。優しい問題でした。次回は難度を数倍上げてから来てください。高速思考展開ラウンド1ファイト。やった、ほら決まい、そこです予測済みです。私も負けですって分かりきった結末でした。 You win。 ラウンド2ファイト。虫けら目障りなのよ。止め、消えろ、なんだ、抜けろ、私の負けですって。分かりきった結末でした。 You win。 まったく、あまり煩わせないでほしい。いくら戦闘経験が欲しいと言っても、私だって暇ではないんです。この森は3年前に滅ぼされた村、私とビーズバイフェがタタリに敗れた、あの、いかにも急ごしらえの舞台装置だが、気に入っていただけたかな、シオン。ここは記念すべき祭りの場、君の終わりと神聖を飾った武道士に満ちたイースターだ。ゼピア、ようやく出会えたと言いたいところです。ん？おかしいな。この光景を前にした君は理性を逆り、高らかに泣き崩れると筋書きにはあるのだが、つまらない。動員数が一桁だ。かけた予算と感動の比率が合わない。少ない、乏しい、不愉快なほどオーディエンスが足りないじゃないか。まったく、俺はどうしたことだ。ノリが悪いにも程がある。お嬢さん、君は本当にシオン・エルトナム・アトラシアかね。それはこちらのセリフだ、ワラキア。
地に落ちたのは私ではなく、そちらだろう。この語りにおいて、あなたは完全に私に倒されるだけの早くになり下がっている。ラウンド1ファイト。予想外ですよ。予測済みです。残念。何だ。気をつけてくれ。何だ。分かりきった結末でした。ニューウィン。ラウンド2ファイト。そこです。よっ。残念。油断した。なかなか。これみたい。予測済みです。セットセット。優しい問題でした。ニューウィン。バラキアの夜は自分を主催者と疑わない幻影だった。ではこのたたりを引き起こしたのは何者だ。お願いします。ラウンド1ファイト。落ちろ。挑戦中。まだまだ。優しい問題でした。ニューウィン。ラウンド2ファイト。あなたの負けだ。ニューウィン。速さで私たちにかなうものは存在しない。北欧の神でさえ巨人の王の不義にはかなわなかったのだから。あなたに勝ち目があるとでも。ラウンド1ファイト。あなたの負け。
負けだ。ニューウィン。ラウンド2ファイト。そこです。落ちろ。優しい問題でした。ニュービン。高速思考停止。状態を警戒態勢に移行します。得た経験は確実に生かしてあげましょう。その首、分割思考、俺がもらい受ける。ラウンド1ファイト。無さ無意。待て待て。飽きないな。よっ。そこです。おっし。動くな。よっ。無意。計算通り。まだまだ。なんだ。なんだ。セット。優しい問題でした。ニューウィン。ラウンド2ファイト。そこです。待て待て。無駄だらけ。待て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 。何系にして無駄だらけ。よっ、残形にしよう。まだまだ無駄だ。よっ、無駄無駄。残形にしよう。ま、楽しかったんじゃないの。ニュールーズ。ラウンド3ファイト。そろそろ行くか。そろそろ行くか。チェック。ハマる。ぬるい。弱い。落ちる。あなたに負けだ。よっ。セット。はい。優しい問題でした。ニュービン。戦闘終了。連続戦闘への支障は皆無。戦うに値しない障害でした。そんな、あなたはリーズバイフェン。 あなたが生きているはずが。そうだな。私も自分がどうして生きているのかわからないけれど、君なら私が何なのか
解析してくれるのではないか。いや、けれど、そんな残酷なことを。心を許した相手へ気を回しすぎるのは、君の悪い癖だよ、シオン。いいんだ。私だって漠然と気づいてはいる。自分がどんな状態なのかぐらいはな。リーズ、すまない。3年前の結末と今起きているたたりの再演、導き出される可能性はとても少なく、そして全てがバッドニュースということか。うん、だからいいんだって。シオンには内緒にしていたけど、私そういうのをあまり気にしないから。今のは救ってほしいから尋ねたことじゃない。君がきちんと自分の役割を承服できるよう声にして聞いたことだ。ではやはりあなたはこのたたりの防衛機構なのですね。そう、正解。じゃあ行くよ、シオ。おとなしく立ち去るのなら追いはしない。だがこの先に踏み込むというのなら。戦う、それしかないのですか、リーズ。無論、我が名はリーズ・バイ・フェストリンド・バリ。君の守護を任された騎士として、この聖巡にかけてその体を貫こう。ラウンド1ファイト。アンカー、リカカート、ゆがんでいるね。器用だな。ソロ長い。さっきこうだ。やった。そんなものか。ニュールール、ラウンド2ファイト。まだまだ危ない。優しい問題でした。ヌーミー。ラウンド3ファイト。無駄だよ。そこです、そこです、そこです。やるな。ソロ長い。なんでビッグカッコ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 ッ、あなたはその形のまま残れるはず。
死体が動いている。死に瀕していながら未だ人間を維持するとは、自らを思考の糸で操る生き人形、糸を断ち速やかに消え去るがいい。その個体の目的はここに到達した時点で果たされたはずだ。確かにかつての私なら最終的にこれを目指したのでしょう。それが果たされているのなら私に生存の意味はある。他人の手であろうと目的が叶ったのなら自らの手で消えるのが最も効率のいい選択だ。だが消え去るのはお前の方だ、シオン・エルトナム・アトラシ。いや、その状態の私ではそんな名前に執着はないのでしょうね。そうだ、私は27歳の一角、冥界を実現させるためにオシリスですが、3年前ワラキアの夜によって飲まれたシオン・エルトナムは人間の命、それがタタリの機能を制圧しガラキアの夜を上位に移動したものだ。かつてガラキアは吸血鬼化を死の病と言った。私は奴に噛まれた時点で吸血鬼として申請した。その時に奪われた私がタタリとして申請したのがお前か。お前は体が吸血鬼として生を受けたもの、私は体をなくして人間のままタタリの中で過ごした。どちらも死を残念、死者の王であり共に同じ結末を求めている。同じ結末か。念のために聞いておきます、あなたが求める結末とは何ですか。同じあなたが言葉にするまでも分かっているはずで。やはりそうきましたか。演算機としては正しいのでしょうが、知能としては三流ですね。申し訳ありませんが、こちらの私は進化しました。今の私はもうその悲観には至らない。私は超越者としてではなく当事者としてこの病と向き合うと決めたのですから。それは解決、明らかに生命の基準を下げている。いいえ、元からある機能をなくしてでも今の環境に合わせてより最適化していく、これを進化というのです。私に生まれた新しい感情は確かにシオン・エルトナムの性能を下げました。けれどその代わりに新しい未来を手に入れた。あなたでは持ち得ない希望に満ちた結末の夢を。そうか、愚かだと否定はしない。ただ消え去るのに死を、冥界の砂は十分機能を果たす。今さら残骸であるあなたにはバレルレプリカの助けがいらない。望むところだ。私たちはどちらも3年前の私ではなく新しい道を歩いています。どちらがシオンの残骸なのか、それはこの戦いの結果が示すだろう。ラウンド1、赤くファイト、覚悟した。ワンバイト救済し、神です。動くな、安全は保証する。ニュービン、ダウンド2、ファイト、そこです。おい、予測済みです。覚悟した。動くな、
オウン。カリリオン。あなたは。ヘルメス。優しい問題でした。ニューウィン。この3年、たたりの一部ではありましたが、ビーズバイフィのまま分解されずに組み込まれていたのです。今夜のたたり、オシリスの砂が開ければ、再びたたりの中に戻される。その前にたたりを破壊すれば、あるいは、コンサート会場が潰れて、たまたま外に出ていた私は助かったということ。けどシオン、それでも私は消えるんじゃないかな。だって私を生かしていたのはそのコンサート会場だったんだもん。はい。ですから今は私があなたのコンサート会場なのです。オシリスを破壊した後、彼女からあなたの所有権を回収しました。たたりの真似事になってしまいますが、私の分割思考のうち2つを振り分けることであなたを留めているのです。じゃあ私はあなたの機能の半分を食い潰して生きているの？常駐ソフト？驚いた。あなたの口からそんな単語が出てくると。というか、今あなたの電源になってようやく分かったのですが、ビーズ、あなたって本当はものすごくズボラで面倒くさがり屋で、後先考えない困った人だったのですね。あ、じゃあバレたか。でもそれは周りが勘違いしていただけで、嘘はついてないんだけどな。シオンは私の本性が分かって幻滅した。まさか。まあ多少は幻滅しましたが、100年の恋が冷めるというものではありません。だいたい前々からおかしいとは思っていたのです。もしかしてあなたは迷いがないのではなく、単に明日のことを考えていないだけではないか。そう、私シオンと違って未来のことを考えるのが苦手なんだ。今があればいいって性格でね。なんかそれが達観しているように周りには見えたらしいけど。見えました。もう完全に騙されました。違いますね。あなたに欺く気なんてこれっぽっちもなかったのですから。それでどうする？シオンは私をどうしたい？あなたはもう私のものです。教会には渡しません。大体私の分割思考を2つも占拠しているのですから、それにふさわしい仕事をしてもらわないと。そうか。それで行こう。教会から離れるのは残念なの。誰かを守るという仕事が変わらないのね。嬉しい。契約成立ですね。では行きましょうか、ビーズ。まずはこの町で知り合った友人たちにあなたを紹介しなくては。